パンサーのピンクパンサーのテーマをお送りいたしました。そう、今日はですね、ヘンリー・マンシーニの音楽室という副題をつけてみたんですけども、小学校の音楽室にあるような楽器を使ってやっていこうかなと思ってるんですけども、まあ主に、こうソプラノリコーダー、これ僕裏に名前が書いてあって小学校3年生の時に吹いてたやつなんですけど、今日は小さなお子さんたちもいらっしゃいますが、小学校に上がるとこういう楽器をやります。いいな若いっていうのは。やっていこうと思うんですけども、ここにあるホルンっていう楽器、これも山の葉さんはいつ始めたんですか、ホルンは。小学校4年生です。お、いい感じ、たまたまだけど当たった。そっか、どんな小学生でしたか。部活は部活を抜けて友達と遊んでたような小学生でした。ああ、でもその後一生懸命練習してね、音大に進学してこんなに上手になる。ホルンって世界で一番難しい楽器としてギネスブックに登録されてるんですよ。というわけで次の曲はホルンをフィーチャリングしてお届けしよう。俺 MC 下手だな。ホルンをフィーチャリングして、お送りしようと思います。ヘンリー・マンシーニの、代表作の一つでもあります、シャレードという曲をお送りします。ピアノの上に置いてます。さあ次の曲なんですけども、次の曲に入る前に僕ちょっとポリシーがあって、小学校の時に吹いてた楽器で、佐藤くんが今持ってるのは中学校の時に吹いていたアルトリコーダー、このなんか子供の頃に吹いていた楽器でもうちゃんと音楽ってできるんだよっていうのをポリシーにしていたんですが、ソプラニーのリコーダーというのを買ってしまいました。ちょっと誘惑に負けてしまう。もうなんか4回もやってるといろいろ試したくなってですね、ソプラニーのリコーダー宝楽器で1470円で買ってしまいました。今度ぜひソプラノリコーダーがこれぐらいで、ソプラニーのリコーダーちょっとちっちゃいですよね。
次の曲で使いたいと思いますが、そのマイク喋れるか。佐藤くんはどんな小学生でしたか。音楽大好き少年だった。あ、僕は合唱部で歌を歌ってました。例えば、エーデルワイスとか。あ、エーデルワイスいいっすね。他は。他、小学校の時、ちょっと僕の話じゃないんだけど、松岡くん、まっちゃんっていう子が、授業でそのスネアドラムを叩くことになって、で結構スネアドラム頑張って練習してたんだけど、もう一人別の友達で市原っていうのがいて、なんかそいつらとみんなで音楽室でちょっとスネアドラム叩いて遊んでた時に、市原がそのスネアのヘッドをパンって割ってしまったっつって、ね、小学生でも割れるの。そう、あ、割れないです。あ、じゃあなんかよっぽど変な叩き方とかしたのかな。で結構やべえってみんな青ざめて、まあ怒られたりしたんだけど、で中3ぐらいの時、まっちゃんも市原も同じ中学だったんだけど、まっちゃんと市原はグレて不良になりました。ちょっと話の展開が急すぎてよくわかんない。ヘッドを割った多分それがきっかけでグレたのかな。そうなんだ。そうなんだ。絶対違うと思うけど。でもまっちゃんは僕が大学の時、ちょっと別の友達とカラオケ屋行ったら、そこのカラオケ屋の店員してて、ああやっぱ太鼓がきっかけでグレたけど、カラオケのおかげで構成できたんだな、音楽のおかげでっていう話に、あ、そうなんだ。音楽の力ってすごいなと思いました。カラオケ屋の店員さんね。そうだね。あ、なるほど、勉強になりますね、佐藤君の話は。次の曲はですね、すごい、男たちの戦いっていう、曲を演奏するんですけど、男たちの戦いっていうのは女の人の話ではなくて、どこだ、あ、そうそう、100年前、もう150年前ぐらいかな、アメリカ東部の無縁炭鉱地区労働者の中にアイルランド移民たちが仲間の利益を守るために結成した秘密結社の名前だそうです。秘密結社いいですね。なんか怪しい香りがプンプンします。まあでも陽気な感じで次の曲演奏しようと思います。ソプラニーのリコーダー使います。そうしました。さあ、じゃあせっかくなんで小久保さんにも話を聞きましょうかね。そのマイク聞けるかな。小久保さんは
埼玉県所沢市出身だそうですが、どんな小学飯能市飯能市出身だそうですが、どんな小学生でしたか？音楽はやってなくて、バトン部にいました。初耳。くるくる回すやつ、はい、あ、そうなんだ。いつから打楽器を始めたんですか？打楽器は中学校 の、 あの吹奏楽部から。へー、あー、そうなんですね。きっかけは？きっかけは打楽器を始める、うん、本当はコントラバスがやりたかったんですけど、このコントラバスにはもう上手な子がいて、あの1年生で、うん、で打楽器やんなよみたいな。あ、そうなんだ。はい、あ、でもコントラバス始めてみてもいいんじゃないの、もうそろそろ。今から？うん、今からもう大人になってから始めてもね、楽しいよね。今打楽器が楽しい。もう未練はないと。はい、そうなんですね。僕たちですね、あ、今日はクリコーダーカルテットっていう、ピタゴラスイッチのテーマ曲をやっているバンドがあるんですけど、そのバンドがとても好きで、クリコーダーカルテットはソプラノリコーダーとチューバと、あと何がウクレレと、パーカッションでやったりとか、あとリコーダー4人でやったりとかするんですけど、初め第1回の時はチューバを入れてやってたんですけど、チューバ吹きの彼は今香川県のパチンコ屋さんにいます。そして、うん、打つ方か何かちょっとまあ言えないけど、多分見てるんじゃないですかね。あ、今日は全国発信、全世界配信してますので、遠くはニューヨーク、上海あたりからも見てると思います。何の話？あ、そう、クリコーダーカルテットで、今回からホルンとパーカッションの、国母さんに入ってもらったんですけど、前回前々回は、そこに小田城さん、打楽器の小田城さんと、あとクラリネットのうねくんにも入っていただきました。うねくん、この間、そう、うねくんはこの間、3月25日の日にですね、僕朝刊で沖縄タイムス見たらデカデカと載ってまして、ああ、ついに新聞に載るような人になっちゃったかと思ったら、この間シュガーホールで行われたシュガーホール新人演奏会で見事グランプリということで、アルテ音楽研究所のおかげだと思います。今度お祝いに何かご馳走してもらおうかなと思ってます。何ご馳走してなんかご馳走してもらおうかなっていうと、あれだな、なんか焼肉か寿司しか出てこないところが貧乏症だな。まあ、お祝いに何か食べに行きましょう。梅くん、いいっすよね、梅くんね、はい、さあ、というわけで次の曲は To for the Road という曲を演奏します。これは、今までとはちょっと違って、クリコーダーカルテットのスタイルで演奏してみようかなと思っています。Thank you.
ます。To for the road をお聴きいただきました。ちょっと手書きの譜面なもんで、長かったな。何言ってんだろう。次の曲はですね、佐藤くんと2人でやっていこうかなと思うんですけども、オカリナ、この間職場の、自衛隊の音楽隊で働いてるんですけど、職場の倉庫をガサガサ触っていたらオカリナがあって、あ、オカリナだと思って先輩に聞いたらオカリナあげるよって言われて3月の5日から練習し始めました。オカリナもこのソプラニーノリコーダーと一緒で、ちょっと穴を塞ぐに僕指太くてですね、パキパキやっちゃうんですよ。だからこう指が太いんですけど、穴を塞ぐのがすごい大変で、どうしようかなって言ってたら、大きいオカリナにすればいいのにって言われるっていう残念な回答が返ってきたんですけど、オカリナ小学生の時にお年玉貯めて買ったんですけど、それ以来ぶりぐらいに吹くまで20年ぶりぐらいに吹きますけど、うまくいくかな。ウクレレとオカリナと、2人でやろうと思います。スイートハートツリーっていう曲なんですけど、自動車で陸地を巡って世界一周の競争を繰り広げるオーデンのドタバタ喜劇だそうなんですけども、今日はバラードでやってみようかなと思います。今日は前半と後半に分けて演奏しようと思ってるんですけど、前半最後の曲です。
ここアルテ崎山はですね、お料理も宮子さんが、今日もくださってます。いつもありがとうございます。お料理も美味しいし、飲み物も、休憩の時にじゃんじゃん頼んでいただけるとなぁと思っていますけども、僕もよくアルテとってもよくてですね、僕、譜面書くの仕事なんですけど、かっこいいね、なんかこういうとかっこいいね譜面書きながらコーヒーを飲みながら譜面を書きたくて、譜面を書けるちょうどいいテーブルの高さ、ちょうどいいテーブルの幅っていうのがここなんですよ。で、他の喫茶店とかも実はあるんですけど、ピアノが置いてなくて、ピアノが置いてあって、でしかもピアノが置いてあって譜面が書けるスタジオとかいっぱいあるんですけど、そういうところはだいたい飲食禁止で、3つ揃ってるところここあるてっていうことで週5日ぐらいいますこの間家賃払えって言われました次の曲、今日はほとんど、僕のアレンジで今までお送りしてきたんですけども、次の曲はウクレレの佐藤くんがアレンジしましたので、なんかアレンジ大変だった日はとかありますか？いや、特にないんですけど、マイク動かしてこれ、次の曲エバーグリーンっていうスター誕生っていう映画の曲なんですけど、うん、なんかそのスター誕生を見たことなくて、うんうん、結局今日まで水じまいで、どんなスターが誕生したのかな、今までそれが気になりながら、なるほどね、ずっとアレンジしてました。マイク動かして内容ゼロだったよ。でもこれ聞いたお客さんはみんなそれぞれの自分にとってのスターが誕生するんじゃないかなみたいな。あ、そっちをね。はい。あ、なるほど。絶対違うと思いますよ。では自分なりのスターを想像しながら聞いてください。そうですか。なんかスーパーマンみたいなのしか思い浮かばない。まあ自分なりのスターをじゃあ思い浮かべながら聞いていただければなと思います。じゃあ前半最後の曲でエバーグリーンをお送りします。Thank you.
少し休憩いただきます。